バレンタインで今年コロナ禍の影響で大きく変わるかもしれない事情があるんです。まずはこちらのアンケートをご覧いただきましょう。はい、今年のバレンタイン新型コロナの影響を受けると思いますかという質問に対して、はい、7割弱の方が影響を受けるだろうと話しているんです。ではどう変わるのか、アンケート結果こんなものがありました。義理チョコが減るという意見とても多かったんですね。それから会えない分メッセージを添えようかなとか、やっぱり感染対策も考えて個別包装のものを選ぼうかなという方が多かったんですが、小松さん、義理チョコ減っちゃいそうです。いや、ね、やっぱり優先順位の低いものから減らされるのか。確かに。あと、リモートワークが多くて職場に行く必要がないから、そこでこう、みんなに配る必要がなくなったっていう意見もあるようなんですね。でも毎年大変ですよね、あれ選ぶの ね、負担だと思ってます。大変ですか？小森さんいかがですか？大変ですか？はい、大変でした。今年はね、まあ、もしかしたら女性によってはこのコロナ禍を機にやめちゃおうかなっていう方も出てくるかもしれませんね。さあ、それではみんなどこでチョコを買うのかという話なんですが、今まで多かった百貨店での購入というのが減る一方で、オンライン購入というのが3倍ほどになりそうだということなんです。買う場所も、ね、変わってきそうですね。変わりますね。さあ、ではその百貨店なんですが、いろんな対策をしていました。まず全体的に多かったのがこちら、オンラインの販売を強化しますという百貨店多かったんですね。大丸松坂屋も170ブランドから220ブランドへ、京王百貨店も115ブランドへ展開を広げるということなんです。今まで買いに行けなかった、買いに行かないと手に入らなかったブランドがオンラインで手に入るかもしれない。オンラインで選べるということなんです。でさらにこんな選び方もできますよ。そごう・西武はなんとピックゴーというお買い物代行システムを採用しまして、こう画像を見ながらチョコを選んで最短30分で自宅に届けてくれるサービスを始めるということなんです。30分ですか？自分で買いに行くより早いかもしれないですね。そうなんですよ。でこれ、相手の男性の家の近くのお店を選べば、もう配達員直接彼に届けてもらうなんてことも可能かもしれない。誰から手渡しされるんですか？配達員の方から本命ですって言って、素晴らしいですね。ただ早いっていうね。早いですね。だから当日、忘れたなんていう時も、もしかしたら間に合うかも、間に合うかもしれないということですね。さあ、そして高島屋はこんな提案していますよ。ボスチョコ、この直接住所が書けるようになっていて、ポストに投函し相手に届けるということなんです。まさか郵便受けに届いてたら嬉しくないですか？嬉しいですね、はい、ちょっとどうですか、女性陣はどういう感想なんでしょう？こんな渡し方いかがですか？いや、なんかこう渡す方も楽しくなりますよね、どんな反応してくれるかなって思いながら、いつ届くのかなって思いながらね。友達に送るのもね、良さそうな感じですよね。そう、いいですよね。結構ちょっとこれは友チョコとかでも流行りそうだなという感じです。やっぱりなんか女子アナは置きに行くコメントしかしないなと。いやでもしょうがない、一般論ね。ダメですね、もっと攻めてからね。攻めてほしかった、コンベチョコのあたりとかもね、聞きたいなと思いますが。さあ、そしてこんな新提案もありますよ、はい、今年は義理チョコじゃなくて義理マスク。こちらなんとバレンタイン仕様のボックスに5枚入って308円、起こりやすい価格帯ですよね、はいはい、販売元によりますと、大切な人への贈り物として安心安全に贈れるものは何かということで、この義理マスクを企画したということです。まあ、コロナ禍で様変わりしてきたバレンタインですけれども、まあ、これを機に新しい楽しみ方っていうのをね、発見してみるといいかもしれません。